こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、都市計画法、法令上の制限の中の都市計画法の中の開発許可についての内容です。その開発許可の中でも、開発許可を受けた後、その開発許可を受けた内容を変更したりとか、また開発許可を受けて工事を行うんだけども、その工事をやめちゃったりとかする場合、どのような手続きが必要なのか、これを解説させていただきます。大きく分けて内容は3つあります。1つ目が内容を変更する。2つ目が人を変更する。で、3つ目が工事の廃止。この3つを一つ一つ解説させていただきます。まず内容の変更ですね。内容って何なのかというと、開発許可を受けるにあたって申請をするんですよ。こういった感じで、まあ、工事を行っていきます。認めてくれますか？許可してくれますかって申請書を出すんですね。で、それに対して知事は内容を見て、うん、これであればいい、OK だっていうことで許可を出すという流れなんですけども、その内容を変更するって話なんです。例えば、開発をしようと思っている区域の規模が、例えば、まあ、4000平米だった。けれども、ちょっとじゃあ増やして4500平米にしよう、みたいな感じですね。まあそういった場合は原則知事の許可が必要です。つまり初めに開発許可をもらいますよね。開発許可をもらったと。まあ4000平米、市街化区域内で4000平米の開発行為を行おうと思って申請をして許可をもらいました。で、その後4000平米からちょっと4500平米に変えますと。いった場合はもう一回許可をもらってくださいねと。まあいうことですね。内容を変更する場合原則許可が必要です。ただし例外として変更、内容変更であったとしても、許可とか届け出とか、もう何もいらない場合だったりとか、届け出だけでいいですよ、っていった内容もあるんですね。なので、ここも一緒に頭に入れていきましょう。まず一つ目、何もいらない。つまり、届け出もいらないし、許可もいらない。そういった場合があります。それは、開発許可を要しない開発行為に変更する場合。つまり、先ほど、まあ、市街化区域内で4000平米の開発行為を行うっていった場合は、これ1000平米以上なので開発許可必要なんだけれども、これを例えば900平米にしますよとか、まあ、4000平米からね、900平米に減らすってことは、まあ、あんまり考えられないので、例えばですよ。例えば、まあ、1200平米で許可を取っていて、それを900平米にするということで、これは許可不要の場合に当たる。こういった場合です。こういった場合は、初めに1200平米で許可をもらいました。で、その後900平米にする際には、もう何もしなくてもいいって話です。届け出もいらないし、許可もいりませんよっていう話です。これが一番ですね。何もしなくてもいいって話です。手続きが不要だって話ですね。で、二つ目、軽微な変更する場合。軽微な変更って何なのか。例えば、工事を着手する日。これが例えば10月10日だったのをちょっと遅らせて、11月の1日にしますよとか。あとは、工事が完了する日、これが12月1日だったんだけれども、これ遅れて12月の15日になりますよとか。まあそういった場合が軽微な変更になります。まあその他で言うと、予定建築物の敷地の規模、建物をこれからどんどん建てていく、その建物の敷地ありますよね。その規模を10分の1未満の変更、まあちょっとした変更っていうイメージですね。敷地をちょっと減らしますよって。もしくはちょっと増やしますよでもいいです。あくまで10分の1以上になってくると、これは原則のこっちの許可が必要になってくるので、10分の1未満であれば、これは軽微な変更に当たるから、届け出だけでいいですよっていう話です。で、続いて、人の変更ですね。人の変更っていうのは、まあ、開発行為を行う人って考えていただくと分かりやすいと思います。これ一般承継と特定承継っていうのがあるんですけども、例えば、その開発行為を行っていく土地の所有者が A 社だったと仮定します。A 社。まあ、会社の名前が A 社だったと仮定して、その会社が B 社っていう大きな会社に吸収されちゃったと。買収されちゃった。そうすると、A 社がなくなって、これは B 社にもう吸収されたわけだから、まあ、B 社がこれ引き継ぐわけですよ。まあ、こういった場合、これ一般承継って言うんですね。で、もう一つの事例で言うと、例えば個人が持っていた、まあ、広い土地を一人個人が持っていて、その方がお亡くなりになって、息子さんが、承継した、相続した。まあ、こういった場合が一般承継に当たります。
で、この場合っていうのはもう当然に承継します。当然に承継するっていうのは自動的に引き継ぐって話なんですね。つまり開発許可を受けた人の地位がそのまま相続人だったり吸収合併した会社が引き継ぐわけなので、まあ何もしなくてもいいですよっていう話ですね。知事の承認だったりとかも受けなくてもいいよっていう話です。もう自動的に引き継ぎますよって話です。一方で特定承継の場合、この特定承継っていうのは自らの意思に基づいて土地を売った場合です。例えば A 社が C 社にその開発行為を行うこのね区域の土地を売った場合ですね。そうすると次は C 社が開発行為を行う、工事を行うって話になるんですけれども、その場合は知事の承認が必要ですよっていう話です。で、この許可とじゃ承認って何が違うのか、まあ、ここまでは正直ですね、考えなくてもいいです。考えなくてもいいんですけども、まあ、こっちの方が、まあ、厳しいって話ですね。審査をちゃんとするよって話です。で、一方で、まあ、承認の方のが、まあ、緩いっていったイメージですね。だから何もしないのはダメですよ。ちゃんと知事から認めてもらってくださいねと。新しく C 社がこれから工事を行っていきます、つまり開発行為を引き継ぎますよ、開発許可を引き継ぎますよっていうのはちゃんと知事に認めてもらってくださいっていう話ですね。で、最後工事の廃止ですね。まあ A 社が工事をやっていこうと思ったけれども、もうこれやめちゃうって言った場合です。例えば資金繰りが、思わしくなくて、じゃあもう工事やめちゃうよとか、まあそういった場合ですね。まあそういった場合は届け出をしてくださいねってことですね。許可はいりません。届け出だけをしてくださいよ。工事やめますって、知事に届け出をしてくださいねってことですね。っていった感じです。あ、これちなみに、届け出も知事ですからね。知事に届け出。これも知事に届け出。で、知事の許可、知事の承認。まあ、この辺は何もしなくてもいい。青文字は何もしなくてもいいという話です。まあ、この点ですね、覚えるだけなので、まあ、覚えちゃってください。まあ、整理をしておけば、比較的覚えやすい内容じゃないのかなと思います。まあ、基本的にはね、許可が必要なんだけれども、それ以外の部分なんですよ。届け出が必要な場合と、もう何もしなくていい場合と、承認が必要な場合ですね。なので、まあ、許可以外の部分を頭に入れておくと、整理がしやすくなると思います。まあ、一回動画見ただけでは頭に入らないと思いますので、まあ、何回か復習で見ていただければと思います。まあ、今回の内容で言うとあまり理解する部分ってないんですけども、まあ、理解しながら学習したい、具体例入れて、頭に入れていきたい、一回で合格したい、そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。